先生、天国ってある？土の中のこと？先生、私のこと嫌いなのかな？先生は美月さんのことで何かおかしなことに気づきませんでしたか？ただの貧血じゃん。栄養失調かもしれないって。え？身長や体重、発育の面でも平均を随分下回ってます。体中にいくつかあざや傷があったそうです。何回も聞くのよ、ママのこと好きって。どうしてそんなこと聞くのかな。大好き決まってるでしょ。ママ、郵便ポスト見てたけど何かあるの？あれ、赤色と青色のくるくるしてるのあるでしょ。あれね、よく見てるとね、一日に一回黄色が出るの。その時に願い事をしたらどんな願い事も叶うの。どうしよう。ねえ、どこか行きたいところある？遊園地とか動物園とかデパートとか。そう、いいわよ。札幌のどこ行きたい？私はあなたを誘拐しようと。ダメなことしかできないの。間違ってるかもしれない。あなたをもっと悲しい思いに遭わせるかもしれない。でも